こんばんは。今日は2016年度の第3回前途公認模試の英語をやります。いいですかね。これ生徒から借りたやつですけど、問題やってみますね。発音問題です。まあ、こういったものは結構大事ですよ。配点は、まあ、これ全部8点と。まあ、こういったものはバカにならないから、じゃあ、丁寧にいきます。abroad、abroad。でね、まあ、意味はところ、approach、broadcast、coat、goal。これ微妙な違いわかります？これね、追うか追うかの違い。これね、アブロード、おーって伸ばしてください。これは、追う、アプローチ、近づくですね。これ外国英で、近づくと。で、回答はこれですね。ブロードキャスト、おーって伸ばすやつ。いいですかね。これは放送するですね。放送とか放送する。で、これが追う、コート、まあ、上着ですね。で、ゴール、まあ、目標と。だから、追うなんだけど、これだけが、おーって伸ばしてください。いいですかね。で、次。まあ、これよく使いますね。オーネスト。発音しないってやつね。正直なと。で、オーナー。あ、回答これか。で、ホーン。角ですね。ホーラー。恐怖ですね。で、ホース。これ馬と。というと、もうこれは簡単か。これは簡単だな。オーナーですね。名誉ってやつ。で、次。アクセントの位置が3つ、他と違うのはどれですかと。順番に。コミュニティ。これ2番目ですね。コミュニティ。地域社会。ディモクラシー。民主主義。これ、ただし、形容式になるとディモクラティックになるんですけども。で、次、民主主義ですね。ヘリコプター。と見てもこれか。で、メモリアル。記念碑ですね。だから、これか。ヘリコプターか。ですね。日本語だったらヘリコプターっていうか、日本語はね。ヘリコプターっていうけど、ヘリコプターと。いいですかね。次。下。ちょっと見えますかね。はい。名詞形はアドバンテージなんですけども、形容詞形だからアドバンテージアス。三つ目、アドバンテージアス。有利なと。コミュニケート。真ん中ですね。コミュニケート。ヒストリカル。ヒストリカル。歴史的なと。で、バラエティか。バリアスの名詞形。バラエティ。ということは、アドバンテージアス三つ目。コミュニケート。二個目。ヒストリカル二個目。で、バラエティ二個目か。じゃあこれ、アドバンテージアスか。三つ目ですね。っていうふうにやってください。で、今度が、これですね。5区の問題。1から10の空所に入れるのに最も適当なもの。ちょっとコーヒー飲みながらやります。今、マンチェスターユナイテッドが勝ったんですよね。ワトフォードに。よかったな、今日。はい。はい。いきます。これ、なんか、生徒が昔のやつ持ってて、これを借りたんですけども、いきますよ。Bob is honest and good-hearted. まあ、Bob は正直で、心がきれい。まあ、優しいと。So I don't なんちゃら he is telling her. 彼が嘘をつくとは、まあ、思えないぐらいの感じの感覚で考えればいいか。彼が嘘をつくとは思えないよと。どれが合ってます？deny は否定すると。で、doubt は疑うと。うは何なんではないかと思うですよね。で、これが不思議に思うと。確かにね、これ引っ掛けなんですよね。どれ引っ掛かりが引っ掛かりますかって。どれが合ってます？ don't があるから、まあ、don't がなかったら意味おかしいんだけど、don't だから、これかこれですよね、多分ね。doubt。これが疑うと。これが、何なんではないかと思うと。ですよね。で、どっちがいいですかね。ボブは正直で、その親切だと。だから私は、どうやら彼が嘘をついてるっていうふうには思わないと。ワンダだったら驚くんですね。嘘をつくとは驚かない。逆の意味だったら、これワンダおかしい。どう見てもおかしいですね。で、ディナイは否定するから、ざっと以下を否定しないと。否定しないことはおかしいですね。これと繋がらないですもん。だから、どう見ても以下うなんですよ。どっちが合ってます？で、明らかにこのダウトは、まあ、回答うなんですけど、ダウトは疑うって、もう断定なんですよね。疑うって。いいです。だから、私は彼が嘘をついてるっていうふうには疑わないと。あ、でも通じるか。でも、うは、なんなんではないかと思う。なんなんということでは、だから、ダウトだったら、ざっと以下のことを疑うんですよね。ざっと以下のことを疑うと。でも、その、サスペクトだったら、何なんではないか
と思う、どうやら何なんではないかと思う、もしくはどうやら何なんではないかと疑う、はっきり疑うわけではない、どうやら何なんだと思う程度だから、こっちの方が合ってるんか。だから私は彼が嘘ついてるっていうふうには思わないよと。まあ、think に近い感じか。think に近い感じを選んだ方がいいんか。think を近い感じがですね。think に近いのを選んだ方がいいと。いいですかね。はい。じゃあ次。だからちょっと微妙だったかな。ピーターはざっと以下を知っていたと。彼が自分が間違ってるっていうことを知っていた。しかし彼は、これ認めるですね。その時、彼の失敗を認め、と。しかしがヒントですね。だから間違ってるっていうのは知ってたんだけども、で、過去の、could, should, will not おかしいです。過去なんてないから。would not。これか。拒絶ってありましたね。過去の拒絶。どうしても何なんしようとしなかった。つまり自分の間違いを認めようとはしなかった。過去の拒絶がありましたね。would not って。だからこれが回答です。これは結構いい問題です。で、次。私はあのロックバンドの大ファンです。I'm a big fan of that rock band. 大ファンです。だから私は昨日彼らのコンサートに、だからがヒントか。だからが。ということは、forget と regret を使ってる。で、それで ing がいいか、to がいいかを使ってると。昨日多分好きなんだから、後悔してるか。行かなかった、昨日行かなかったことを後悔してるって現在形が書けばいいです、多分ね。ただ忘れてるだけだったら、繋がらないですもんね。これだったら、ミスで行かなかった、見逃したって意味だから、その、行かなかったことを忘れるのか、これから行かなかったのを、これから行かなかったものを忘れるのか、じゃなくて、リグレットのが合ってますよね、リグレットのが。じゃあ、リグレットは、何なんしたことを、まあ、リグレット、どっちもあるんですよ。どっちもあるんですよ。リグレットとは残念ながらこれこれするって感じだけど、リグレットは、昔これこれしたのを後悔してると。つまり、昨日コンサートに行かなかったことを、見逃したことを後悔してると。こっちの方が合ってますね。うのが。ね。で、問4。私は、コンセントレートオンで、なんだ、集中すると。私の仕事に集中できないと。with なんちゃら。これは不対状況ですね。あなたがそこに立ってるから。あなたがそこに立ってるからってことは、with, 人、だから with AB コープだから、with, あなたが standing there、そこに立ってるからってことで、うですね。こういうふうに普通の英文は書いちゃダメと。普通の英文はですね。で、5番。これ映ってるかな。ちょっと待ってください。映りがいいか。映りが悪かったら、こうしましょう。じゃあ5番。先週と。私たちは新しい家に引っ越したと。そしてこれこれを買いましたと。じゃあこれはファーニチャーの使い方か。ファーニチャー。a lot of furniture, a lot of, ファーニチャー複数形にしないので赤以下言われたらあですね。で、うのようにメニー使っちゃまずいです。メニー、だからこの複数形がおかしいと。で、マッチ、あ、そっか。そっか。マッチ良かったんだけど、どう見てもファーニチャー図がおかしいんか。だからあが正解か。ファーニチャーは複数形にしないと。いいですかね。なんか電話が鳴ってるの。近くにね、自動車販売会社があるんですよ。よく電話鳴るんですけど、ね、従業員に聞こえるようにだけど、今もう真夜中だからね。鳴っても誰もいないでしょう。はい、6番。私たちは2つの楽器があると、家にね。で、1つはピアノ、もう1つはこれこれです。これはもう明らかな文法ですね。1、2つしかなかったら1と the other ですね。1と the other の構文。だから、うですね。はい、次。7番。科学者たちは、サクシードインは何々に成功すると。サクシードトゥは何々の後を継ぐだけど。キャッチングがヒュージジェリーフィッシュ。ジェリーフィッシュって見たことあります？海に行ったら、クラゲですけども、ゼリーのような形をしてるから、ジェリーフィッシュですね、クラゲ。だから、巨大なクラゲを捕まえるのに成功したと。なんで科学者なのかな。まあ、生きたまんまか。だから、生きてる状態で捕まえることっていう意味で、アライブか。ですね。だから生きてる状態で捕まえた、そういう構文かな。なんか、succeed in ing なんだけど、キャッチなんなんで、生きてる状態で、あ、にすればいいかな。生きてる状態でと。いいですか。はい。じゃあ、それでいいかな。その下の8番。
なんちゃら you say about me。 あなたが私について言う、うん、で私はこれはまあシーム恥ずかしいぐらいの意味ですね。恥ずかしいことは何もしてないよと。恥ずかしいことは何もしてないと。だからあなたが私について何を言おうと思うか。What言えばよくこういうふうなやつはあかいを使うんですが、あの場合は次に形容詞が副詞きますよね。However hard it may be とか。ね。だから形容詞じゃなくて SV だから、What言えば何をほにゃららしようと。あなたが私に何を言おうとも。っていう What言えばですね。何を言おうとも。ちょっと難しかったかな。はい、次。9番。言いますかね。9番。9番ちょっと問題変わったのか。いや、ボブと。で、手話か、あ、なんか言ってるといいですよ。もちろんですよ、香りと。何ですかと。Can you drive 私を明日の朝、駅前で車に連れて行ってくれますか。もちろんだよと。これはお願いがあるんですが一番いいですね。お願いがあるんですが、Will you do me a favor? もしくは Can you do me a favor? お願いがあるんですが、これはもう決まりきってるんで、これではあなた自身の車持ってるかいと。あなたは私がどこに行くか知ってるかいと。お手伝いしましょうかと。まあ、お願いがあるんですがですね、普通に。で、次10番。これはアダムライト、あ、ごめんなさい、電話ですね。こちらアダムライトですと。ジムをお願いしますと。電話ですね。ごめんなさい。彼は今、外出中なんです。で、なんか入れて、No, thank you. I'll call him. 後でかけますよ。と。ということは、メモ残しておきましょうかぐらいな感じかな。で、あだったら、Hold on. ちょっと待てと。ちょっと待ってくださいね。と。じゃないですね。No, thank you. だから。あなたはどうやら間違い電話のようです。じゃないですね。No, thank you. って言ってるんだから。どちら様か、尋ねていいですかと。これおかしいですね。じゃあ回答これか。Would you like to leave a message? Would like と何なんしたいか。メッセージ残したいですかと。って意味か。メッセージ残したいですかと。で、内容ですね。はい。じゃあ、今のは A です。次。見えるかな。次の1、2の英文のうち、誤りを含むのはどれですかと。誤りを含むのはどれですかと。B。He bought more expensive of the two cars. Look at the sky, it's going to rain. The rubber hit me on the head with a club. There used to be a tall tree here when I was a child. ああ、これ絵が引っ掛けやな。used だから when があるとどうなのかってなんか考えないです。そんなことない。まずね、ああ読んだ時になんかおかしくなかったです。彼は、これね、高校で習う文法で、二つのうちのよりなんなんな方、二つのうちのよりなんなんな方っていう言い方は、ザ・非角球オブ・ダ・チューでしたね。ザ・非角球。だから、ザがないですね。あの回答は。だから、回答はアなんですけど、He bought the、ザがあれば正解と。He bought the more expensive of the two cars なら正解と。だから、比較のところで、ザ・非角球オブ・ダ・チュー、二つのうちでよりなんなんな方なら正解です。あとは E は、空はご覧なさい、雨が降ろうとしてるよと。U は、ラバーってことは、あ、ラバーか。RU ならばゴムだったんだけど、ラバーだから、強盗ですね。強盗が私の頭を殴ったと。クラブ、まあ、コンボ、棒。クラブってコンボみたいなやつ。新体操だけクラブって言いますよね。コンボのこと。コンボ、もしくは棒で殴ったと。で、かつて、私が子供の時に、かつて、これ過去の状態を表したやつね。かつて高い木がありましたよ。ってやつですね。はい。で、used to be cool。じゃあ次。2番。I asked my wife. まあ、if はこれ何なんかどうかですね。She wanted to go to see a movie the next day. これは別におかしくないですね。私は妻に尋ねたと。次の日に映画を見に行きたいかどうか尋ねたと。これは別に OK と。いい。I enjoy watching baseball games on TV and so does my brother. 私はテレビで野球の試合を見るのを楽しむと。で、私の兄もそうだと。まあ、これおかしくないですね。で、う。私たちの英語の先生はいつも、あ、これね、explain はね、覚えた方がいいです。suggest と explain は to がいると。suggest と explain は to がいる。だから、話しかける動詞には to 人っていうふうに覚えてた方がいいと。話しかける動詞には to 人。っていうふうに覚えた方がいいと。
いいですかね、話しかける動詞だから、今回は、explain だけど、 explain とか admit とか、propose とかね、 suggest、 そういったのには to がいるというふうに覚えた方がいいです。ということは to がないから explains to us なら正解。だから私たちの英語の先生はいつも私たちに、how はどのように、だからどのようにして私たちの英語のスキル、まあ、技能を向上させることができるかを説明すると。to が、to us がないと。to がですね。で、最後の、数学の問題は私にとって解決するには難しすぎたと。はい。まあ、よく、うはこれ出てきます。うの問題は。じゃあ、最後。1から4に、適合を入れなさい。共通して入る適合、それぞれ入れなさいか。それぞれ入れなさい。Students should part, いやこれ熟語か。ですね。あと、こっちも take 何、言ってしまった。take part in 何々参加するですね。take part in って何々参加する。で、take 何々 for, take it for granted that とか。これも熟語ですね。take it for granted that。that 以下は当然だと思うと。だから、生徒たちはボランティア活動に参加し、するべきだと。私たちはみんな、私たちは呼吸するべき、空気を持っているのは当然だと思っていると。ですね。で、次2番。Even if you dislike Mr. White now, you will surely nunchuck up liking him か。Nunchuck up ing がヒントかな。で、I quarreled with Emily yesterday, but in the end, we made up。まあ、これ仲直りしたって意味ですね。メイクアップ仲直りすると。これ、エンドか。エンドアップ ing で結局これこれとなると。結局これこれとなるっていう構文ですね。end up ing。ということは、たとえ、even if、たとえあなたがホワイト先生を今好きじゃないとしても、あなたは結局は彼が好きになる。きっと好きになるだろうと。で、in the end 結局と。だから私は昨日、エミリーと喧嘩したと。口喧嘩したと。あ、映ってない。喧嘩したと。で、結局私たちは仲直りしたと。はい、次3番。先生は私、それぞれの生徒たちに、尋ねたと。インこれこれと。で、私の息子たちはいつも私に、助けをこれこれと。ああ、そっかそっか。これは難しいな。助けだから ask と思いがちやけど、to が邪魔ですね。で、この中 ask なんか入るわけないですよね。これはね、インターンで交代にとか代わるがあるって意味。先生たちは生徒たちに代わるがある質問をしたと。で、ターンは私に向ける、ターンという人で向けるって意味ですね。で、まあ、頼る。誰々の方を向くって意味なんだけど、ターン、トゥ、単独でですね。でも、フォーなんなんがあると、助けのために私の方を向いたってことは、頼る、期待するってことですね。頼るを期待する。ターン、トゥ、人、フォーなんなん。ターン、トゥ、人、フォーなんなん。4以下の理由で誰々に頼ると。そんな意味ですね。はい、最後、4番。Would rather A than B だから、私は待つ、よりも歩いた方がましだと。歩いた方がいいと。で、B の方、私の、妹は When to Italy、イタリアに行ったと。これは4、どう見ても4ですね。For the purpose of ING。For the purpose of ING。何々する目的で。こっちも Wait for ですもんね。何々を待つと。待つよりも歩いた方がましだと。って感じですね。一応そこで切ろうか。16分た、18分たったか。じゃあ一回これで切りますね。はい。